化け物の子で今度劇団四季でもやりますけれども、九太と一郎彦っていう、まあ、そういう感じです。一郎彦はお父さんがすごすぎてちょっと歪んでしまうみたいな、まあ、九太はいなかった責任取らない方向に行ってしまったかおかしくなったね、まあ、両方対比して面白いですよね。お父さんってどういうものなのかって学ぶのもいいなって思いました。今度劇団四季でね、化け物の子やるっていうのはすごいなと思って、武性っていうのが注目されてるっていうことをね、改めて世の中的にそうなってるのかなと思うんですね。劇団四季はメッセージ性のあるものとか、人生は生きるに値するっていう作品を選んでお芝居してる集団なので、どんな風になるんだろうって気になりました。また大堀さんにミュージカルと絡め、専門家の意見からどう思いますかみたいなコラボできたらいいなって思ってます。はい、大堀さんの本と活躍を知りたい方は SNS をフォローしたらいいですか。この本興味持たれたら読んでもらうのが一番わかりやすいかなと思います。私もしかしてアダルトチューブで当てはまってるかもしれないっていう人がいたら、あとはこれからお父さんになる人とかも参考なのかなと思います。概要欄に URL 貼っておくので、よかったら見てみてください。 YouTube でもまめに配信されてますよね。週に1回音声配信するんですけど、それを動画にしてすごくわかりやすいのでおすすめです。チャンネル登録してください。では今日は大堀さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたねー。